タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。これ前回と同じプランですよね。あ、前回は56このビジネスというの方がなかったです、はい、やっぱり収益性を言われてしまったので前回で、今回はもう一つ56ビジネスというこの人材派遣的なよりですね、はい、企業の方がこういう人材が欲しいっていう登録してもらって、それを見た方がマッチングさせるっていうサービスです。あ、こっちは教えるっていう感じじゃなくて、あ、そうです、本当に実務要員としての稼働も可能みたいな、はい、そうです、はい、なるほどなるほど、はい、そこが前回との違い、はい、まあ、リクルートさんがやったりとか、最近 LINE キャリアさんとか、そういうような近いです、そういうものに。前回はじゃあお金が満額出なかったのは、オールにならなかったのは、はい、基本的にはそのマネタイズが弱いねっていうことで出なかったって認識されてるってことですね。そうですね。あとそれと、はい、やっぱり僕がうまく伝えきれなかったので、ちょっと違う方に取られてのもありましたね。あと、林社長がやっぱり言ってたのが、僕らは、いけてない50代も使うんですねっていうことを言われてしまったんですけど、そうではなく、玉石混合的なものではなく、スキルが、まあ、自分高いと思っている人たちを登録させて、それを使ってもらうっていうサービスっていう形です。はい。そのなんかでも古いみたいのはないですよね。別に玉石混合になるんじゃないですか、はい、今のこのシステムっていうのは。株式会社ハレルヤ代表斉藤智春、世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営、通信販売、実店舗経営、 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える。ホビー界のエヴァンジェリストは、相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。そうですね、それはやっぱり後でもうどのシステムでもそこは、はい、そうですね、じゃあそこが作品ポートフォリオみたいなのを上げる人が結構 いますので、それを見て分かるのかなっていう。あと資格がある人は資格登録というのも、させますので、はい、なるべくじゃあ分かりやすく選びやすくするってことですね。はい、分かりました、ありがとうございます、はい。そうですね、なんか思い出してきたんですけど、はい、まあ、いけてない大人を使うんですね、はい、みたいな、はい、まあ、そういう問題点を指摘したと思うんですけど、はい、今の説明でも、はい、やっぱり再就職とかに困る人たちを助けてあげたいという ね、そういう人たちを助けてあげたいっていう話ですけど、はい、僕はもともといけてる50代、60代だったら、再就職困んないと思うんですよね。はい、うん、だっていけてるから、やっぱりある程度のスキルがもう周りに伝わってて、もうこの人どこかで活躍できるよと。だから、やっぱそういう再就職できない人っていうのは、やっぱりいけてないんじゃないかなと。はい、と思っちゃうわけですね。はい、なので、はい、その前回指摘した、いけてない人たちを、なんか、が集結しちゃって、その人たちのお仕事を探してあげるみたいな、使ってあげると。なんで、56ビジネスは別にそのイケてる人を登録っていうわけではないんですけど、うん、まあその仕事ができ、こう就職を変え、うん、なんですかね、こう転職したいだとか、そういう方たちを応援したいというか、はい。はい、なんかイケてなそうな気がしちゃうんですよね。いけてたら自分で仕事を取ってこれるでしょうって思っちゃうんですよね。取ってこれますかね。ただ、うん、それでその面接とかの今情報を見ても、やっぱ50代60代かなり少ないと思います、ね。まあ、そうですね、はい、それは分かります。その段階でその何ていうんですかね、自分のスキルを見る前に遮断されてるところが僕はすごく多いと思って、こっち その自分ではそこを応援したいと思ってるんですけど、なるほど。チャンスさえあれば。そうです。面接まで行かないのが本当に多いです。見てもらえれば分かるんですけど、45歳までとか、50歳とか、ものすごく経験値が高い人でも、そこの段階に行かないことが多いです。はい。それを手助けしたいというのはあります。はい。あとですね、もう一つ気になったのが、はい、まあ、登録は50代、60代ですけど、はい、お金を課金する側は若者でもいいわけですよね。はい、あ、そうですね。はい、でも谷口さんの根本に、はい、若者は約束守んなかったり、はい、仕事しなかったりブッチしたりするだろうっていうところがあるような気がしたんですね、今までの受け答えで、はいはい、そういう人たちからお金をもらって
だけど、その50代、60代も安定するんだとどうや、みたいなのは、僕は流行らないと思うんですよね。そこが根本的にあると。はい、若者には若者にしかないものがあって、50代、60代にはそれにしかないものがあって、はい、それをお互いシェアしていこう、助け合おうっていうんだったらいいんですけど、はい、20代とかじゃまだまだ若造だから、みたいなノリが感じるんですけど、もしそうじゃないなら誤解を解かないと、はい、多分先ほどの受け答えだと、そういう気がします。それちょっと違いますね。はい。20代だから、その、けどやっぱ放置されたりするじゃないですか、みたいなね。安定しなかったりするじゃないですかっていうのが事例で、パッと前半出てきちゃったんですよね。だから僕そういう気持ちでこれ作ってるのかなって思っちゃったんです。ああ、うん。仕事を出す側にそういうこともあったっていうことですね。うんうん、はい。仕事を出して、やってもらう側で、そういうことが僕も2、3回経験があったので、うん、それで、はい。ううまあ、確かにそういうのが起きうるっていうのもね、はいはい、分かるんですけど。お金を出す側は、うん、ちょっと分かんないですけど、うん、そんな風には思ってないです。はい、若い人が、なんていうんですか、ぶっち、仕事を投げて、うん、途中で退場するっていうのは、やってもらう側はないと思ってますけどね。まあそうですね。はい、なので、はい、基本的に、はい、そのお金を払わせる側にしか若者は入れないわけですよね。はいそうですね、危ないかな。そうですね。あ、まあ、危ないってことないですっていう感じがするんです、僕は。だからそういうアプリってのは広がらないんじゃないかっていう気がするんですね。まあ、ちょっと違う、ちょっと難しいですけど、うん、なんて言っていいか。うん、ちょっと違うんですけど。すみません、ちょっと意地悪な質問かもしれない。はい、僕はついついそう思っちゃったんですね。志願者の魂を込めたプラットフォーム、ゴーロック。学習塾の虎、林が鋭い牙で志願者の喉元を狙う。男は、この場をどう切り抜ける、まあ、頼む側は前金ですもんね。デポジットというか、はい、エスクローシステムなので、その今ウェブにはもうその採用してるんですけど、一応使う方も払う方も安心してもらうように一回こちらで預かって、仕事が成立したら、着金するようにしてます。まあ、メルカリさんと同じような感じです。はい、なんかこう、はい、ビジネスというよりは、はいはい、なんか身の回り、はい、まあ、ご自分の周りの人たちがうまく仕事が来るといいなみたいな、そういう見え方をしてしまうんですね。うん、あ、はい、あまりこうマネタイズというか、まあ、その今後、はい、例えば一つ二つの事業に関してプロフェッショナルを集っていって、はい、マネタイズが完了したら、はい、いろんなものにどん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 広げていくっていうのはすごいいいなと思うんですけども、はい、いきなり何でも屋でこれ全ジャンルがね最初から集まるかどうかもわからないわけじゃないですか。わからないですね、うん、はい、で草むしりとかもやってくれるんですか。これ草む登録すれば、そうですね、何でもやりますみたいなのもやってくれるんですか。はい、まあ、そうですね、はい、例えばできたスキルが、はい、はい、まあ、当たり前ですけど僕も医者なんで、はい、まあ、50代60代健康リスクは当たり前ですけど、はい、20代30代よりも高いわけですよね。草むしり中に熱中症になって倒れた場合は、はい、これはどうなるんですか。倒れた場合ですか。はい、そこはもう自己管理ですしかないような気がするんですけどはい、はい、保証をつけれるわけではないので、はい、そこは他のサービスも全てそうだと思ってます。なので、まあ、なんていうんですか、はい、当たり前ですけど60代の方にちょっとハードなワークを頼むというと、はい、そういう方登録しないような気もするんですけどね。かなりハードワークしたい60代がと、はい、希望あ登録するんじゃないかということですかね。あ、そうですね、まだまだ働きたいっていう。そうですね、はい、身体的リスクが高いか低いかって言ったらやっぱ高いと思うんですね。はい、だから、まあ、その若手の20代30代のような稼働時間を動かすことっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけども。そこはまあ自分で時間は決めれますし、曜日も設定はできますので、そこは自分で管理してもらう形ですかね。うん、絶対この1ヶ月やらなきゃいけないとかそういうわけではないので。なるほど。やっぱり50代60代自由が最近働き方も変わってきてまして、コロナの影響からかやっぱり週に5日働くんではなく2日とか3日っていう形の人もいますし、そういう日にちは自分で選べますので、その辺は大丈夫なのかなっていうふうに思ってます。ある程度自由な感じで、はい、幅を持たせてます。はい、
なんか働く側にはすごいメリットが大きいなっていうのはすごい伝わってきました。当然仕事が来ればそう思います、はい、自分で時給を決めれて自分で時間と曜日を決めれますので、はい、で嫌なお客は断ってもいいですし、はい、さっきからちょっと私聞いてたんですけど、はい、どっちかというと、はい、私はその、はい、今のこう、はい、例えばまあ携帯とか、はい、そういうのアプリとかマッチングとかちょっと無機質なで合理的なものももちろん素晴らしいとは思うんですけど、逆にまあ50代60代の方のそのなんて言うんでしょうね、この人の顔が見えるサービスっていうか、そういう、人間味あふれるサービスっていうのも僕はすごい素晴らしいなって思ってるんですね。で例えば私飲食店もやってるんですけど、例えば若い子たちとかだと面接の予約がありましたっていうと連絡が来ない、当日来ないっていうのが結構多かったりするんですね。ただ、40代、50代、60代の方、パートさんもいたりするんですけど、ほぼないですね。はい、何か事情があれば、事前に連絡もちろん来ますし、はい、凍結、まあ、ほぼないかな、自分でその、ほぼほぼないかなって感じるんですけど、その、はい、そういうところに僕は50代、60代の方、もう40代の方とか、はい、そうですね、すごいこう、はい、なんか、素晴らしいなとか、こう、感じたりするんですけど、はい、そういう部分ちょっともうちょっとそういうところにこうなんかロジカルにこうメリットみたいなのも教えていただけないかなと思って。志願者から令和の虎へと成り上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表ジョー・ハヤト、家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成。 YouTube チャンネル解説などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない。牛タン界の独眼竜が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む。メリットですか、使う側ですか、使う側のメリットというか、やっぱ使う側の、そうですね、使う側のメリットですか。使う側のメリットはやっぱりその同じこと言ってしまうんですけど、やっぱ経験値だったりとか、そのやっぱり若い人にはない、人と人との対応力だったりとか、やっぱり、若い人が約束守らないわけではないんですけど、そういうのが少ない気がしますね。少ないキャンセルだとか。根拠ですか。若い方もたくさんもちろんしっかりした方が、ね、僕はいると思うんですけど。いると思います。はい。当然40代50代でもダメな人もいると思うんですけど、そういう方は僕登録しないんじゃないかなっていう思ってるんですよね。こう使う側のメリットっていうのがやっぱりまだ来ないんですね。で、僕ら50代60代じゃないので、そうですね、はい、だしおそらくその。はい、再就職しなくても大丈夫な人たちだと思うので、まあ、経営者なのでね、なのでそこにあまりフォーカスはしてなくて、僕らがせっかく投資したらそのサービス使いたいんですけど、もっと使う側のメリットを具体的にいただけないですか。志願者が提案するゴーロックには50代60代の興味を引く魅力があるのか。どうあれ攻め込まなければオールはない。虎との攻防は続く。次回最終話、衝撃のラストを見逃すな。そんなに50代60代がイケてるって言うなら、なんで僕たちにお金出してって頼むんですかとも思うんですよね。